はい、ジュンジーです。ではアイワナビーザブラティアバウクス通常クリア最終ステージですかね。このまとめステージ頑張ってを進めていきましょうか。じゃあ行きましょう、ゴー。お、まとめというか、まあここは、まあ、まとめってそのタイルが、あぶねやられたりして、ここでタイルがまとめってことかな。なんかいろんなこう消えたりしたり、針が消えたりとか、まあ、そういうこうギミックが総集編されてるのかなと思ってるんですけど、あ、びっくりした。どうなのかな、まあ、とりあえず行けばわかるかな。よし、こっちか。このね、天井、あー、 OK で、タンタン、ここはいいね、入ります。ほい、うわー、ほんとだ、ま、いや、やっぱりまとめだ。お、あ、あ、そうか、罠いっぱいステージ、もうどの色がどの色かっていうのはちょっとあんまり覚えてませんけども、まあちょっと道なりに行ってみましょうか。そうしましょうと。あれ、あ、くそ、そこちょっとむずいな。頭打っちゃうな。 OK、 たーんた、うっそ、そい、あ、ここがちょっと怖いな、あぶね。で、 OK、 えっ、あ、じゃあ戻らなきゃダメかな、多分戻らなきゃダメっぽいな。いや、あ、うん、どうすりゃいいの、戻れます、あ、戻れる戻れる、いけるいける、ギリもいける、本当にシビアだけどいけ、おお、おだから斜めかい、ほっ、ミスんなよ、よし、オッケー、でタンタン、うっそー、うわおー、落下が思ったより早いからそこだけ注意、うっそー、あ、マジで？ということは誘発させんのかな？よし、一気に、あれ、抜けられそうな気もするけどね。よし、できた、よしよし、わかったわかった、とりあえず当たっちゃったけど了解、わかりました。よし、 OK、 これ大丈夫だよね、多分 OKOKOK、 うぅ、そうし、なるほどね、ちょ、そっち飛んでくんの？じゃあどうすればいいんだこれ。あー、ここで誘発させなきゃダメか、ネズミって誘発させて避ける、うわ、びっくりした、あー、そっちも来たのか、でまた入っていくのか、あー、なるほど、よし、これ大丈夫かな、やっくっ、まあこれはいっか、すぐジャンプすればね。判定シビアだなこれ、本当に、あ、くそ、あ、そうか、そいつが飛ぶのか、だから、あー、やらしいなその罠、危ね、オッケー、よし、で、着地したらすぐ、オッケー、で、なんかありそうだな、でも白エリアに行けば多分大丈夫だと思うんだよね、反転だから、なぜならばね、だから、ほ、あ、しまった、もっと引きつけなきゃ、おっかな、危ないったらありゃしないぜ。オッケー、よし、あ、待った待った待った、ってことは今のってもうすぐ行っちゃった方がいいか、そうっぽいな、すぐ動くってことを覚えとかなきゃダメよ、だから、あ、ダメだ、一回避けなきゃダメだ、そうか、危な、これダメ、今のは多分届かない、よし、よし、来た、オッケーオッケーオッケー、で、で、で、びっくりした、びっくりした、タンタン、うわ、ちょっと、そういうのはダメだってば、もう、よし、オッケー、で、ここは、オッケー、うわ、きつい、ところが、こっからは反転エリアだから、まだ罠がないだ、うわ、飛んでくんのか、あいつは、恐ろしいな、ほ、で、まだいいでしょうとは思うんだけど、ど、あー、むずいねあ、待って、これ触れない方がいいんじゃない、触れなくて、触れなくていいよね、そうね、多分触れなくていけない、これいけると思うよ、ほ、あ、そうだね、で多分ジャンプ復活するから、あ、これ触れない方がいいですね、よし、触れずに、触れずに、ほ、あ、しまった、
ジャンプ復活するよね。と、でもって、うっそーん。そっか、もうちょい高くか。ほ、オッケー。あ、しまった、行き過ぎだ。くそ、一回止まって淡々で降りればいける。ちょっとミスっちゃったわー。ミスっちゃったわー。オッケー。で、淡々。オッケー。よし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 、これでいい。ってことはやっぱこの下のね、ブロックにはブロックじゃないよ。矢印には触れなくてもいいですね。触れると余計難しくなりますね。だから、これはまた、そうか、あのトラップエリアに戻っていくのか。逆さになってあそこに入るのね。よし、ジャンプしろってことね。了解です。タンタン、あ、こういうことね。これでも結構むずいね。あ、来た。んで、つる、大丈夫かなこれ。あそこでワンジャンプ。あー、もうその前だ。その前です。よし、オッケー、オッケー。あ、上、上、あ、まあそんな感じでしょうね。よし、オッケー。よしよし、攻めきた。危な、何それ。大丈夫、大丈夫か今の。おっかな、当たるとこでしたね。あー、これどっちからが楽かな。あ、ワンジャンプでスイーっていった。水中のこういう斜めむついんだよな。 EV の方が楽かもしれない、下手したら。なんて思う今日この。よし、来た。これ、あ、危ね、あ、今なんか一瞬画面切り替わりそうになりましたね。これって確か復活するよね。よし、だから、いやー、どうしようかな。 OK で、で、いやー、これむついなー。つるーた、いけるかこれ。あーん、そもそもダメだ、滑っていけなかった。で、降りてジャンプ、ここだよな問題は。これ、これって、いやー、むついよね。OK。 ふわー、むつ。これ多分通常クリアで一旦締めようかなと思いますね。これで普通だもんね。そうっすね、一旦ちょっと締めて次行って、ちょっと合間で様子見てみるみたいな感じにしようかな。これはちょっと難易度すごいですね。そしたら次の区間は、あ、まあでもよく見る配置の連続という感じなので、さっきのところのような癖はないとは思うけども、それでも、それ、それでも、それでもだよね。いくよ。よし、で、ここが、あれね、よくよくあるやつ。あ、でもちょっと足元が見えないから次だな多分。あ、くそ、あ、分かっちゃいたけども、あそこだね。あとはあそこが越えられれば。よし、ここね。 OK、 来た。よし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 、割と早い。この辺は多分割と行きやすいんじゃないかなと思うんだけど、あ、そうね。あ、くそ、うーん、いい配置だね。むずいね。あ、ここをなんとか越えて、多分まだ先もいっぱいあるでしょうけどもね、なんとか越えていく。おしおしおし、おし、きた。ない。もうちょいあるね。あ、罠来たよ、罠。なんかやばい気がする。やっぱり来たか。今のさっきのフェイントじゃちょっと引っかかんなかったんですね。もうちょっと深くか。危ない。よし、で、これを、ちょっと待って、ちょっと待って、これ。よし、これってさ、あ、こういうことか。ふい、多分黄色は飛んでこないでしょう、飛んでこないでしょう。大丈夫だよね。これ、これ多分さ、そこ抜けるでしょう、わかるよ。だから奥に飛べばいい、奥に。あ、そうでもないわ。これ右は、あっぶね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 、戻れ。なんか来そうだねそれ。なんか来そうじゃない。え、
大丈夫なのこれは。んー、なんか怖いな。なんか来るでしょう。また来るでしょう。まあいいや、とりあえず来ないと信じていきましょう。うわー、よっこー、早い、危な、ここ怖いないつも怖い。くっそ、ちょっと待った。でも上に回避じゃないような気がするんだよね、今のはね。んー、ここはいいんだよ。ここが、あ、なんだ、誘発できたんだ。じゃあもう怖いもんないでしょう。 OK、 やっと来れた。うーん、いいでしょう、それぐらいならもうオロケ。あ、多分ここは抜けんじゃない。あ、違う。じゃあどこ、あれ違うね、その灰色の多分あた、違うっぽい。うん、そうだね。じゃあどこへ行けばいいのかな、これは。いや違うね、この天井を抜けると思ったけど抜けない。ではでは、ここ、あ、違う。じゃあどこ行くの。そうだよね。じゃあ右かな、そこ抜けるとかかな、多分それぐらいしか。ちょっと、あ、行けた、そういうことか、なるほど。あー、であそこのセーブまでってことね。あ、わかりました、了解。うーわ、でもさ、うーわ、すっごいなこれ。まずここ越えなきゃね。あ、もう全然ダメ全然ダメです。どこで行けばいいかな。だから出たタイミング、あー違う、オッケー。だから上がったタイミング、ここら辺か。あー、そうだね、その辺で行って間でジャンプして、あとはちょっと様子見ていこう。来た来た来た、うわ、来た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 、もうちょいもうちょい。で一旦入り込んでの方がいいのかな、多分そうでしょうね。あら、そこ抜けるのか。まあでもあんまり関係ないか、それは。あ、来た来た来た、なんだかんだで来れたどういうこっちゃ。そしたら引いたらどうしよう。あ、くそー、あ、来た来た来た。あ、直接の方がいいねこれ。でこれど、うわ、滑んのかこれ。え、マジで滑るのにここにセーブがないの。いやー、このバランスどうしようこれ。どうしよっか、一回下に着地する。あ、おっかな、いけるかな、おっかな。でここは一回でいっちゃえばいける多分。よし、アップね、もうまたとないぞこれ。ここでミスったら多分あの相当やり直してたと思います。よかった、一発でこうやって。凄まじいなこれ、タンタン。ああ、そのための、あ、そういうことか。よし、あ、しまった、くそ、滑るね、思ったより。上どうなってるかすごい気になる。よし、あぶね。ってことは多分左に飛べばいけると思うな。やっぱそう、うわー、そういうことか。そうだよね、左の道はそういうことだよね。 OK、 よし。で気になるのはここだ。あ、ここすごい滑るね、一気にグワッと。ここもそうなんだけど、やっぱそうだ、そうだよね、左、まあ、もし上行けたとしたら左アイテムかなんかあんのかなと思ってたんで、多分左行くんだ。ここはジャンプでうまくで、ここは行くよ。あれ、なんで、あ、違うんだ、上か、そこは上か、危な。で多分その辺が、あ、そっか、よしよしよし、頼むよ、怖っ。おしよしよし、オッケーオッケー、おっしゃ、来たぞ。黒ってなんだっけ、黒のエリアって普通に難しいエリアだったっけ、 どうでしたっけね。うわ、 EV あるよ、 EV ちゃん、あ、くそー、いつか突破口が見えるでしょう、こういう系はね。
当たっちゃうな。いやでもギリギリに行きたいんだよね。ちょっとそれを来た。おーしよしよし、ナイスナイス。んで、あっこね。でこれちょっとむずいけど、あしまった、あー寄りすぎた、くそ。まだショット君は来た。見えないのかい。よし、オッケー。んで、あ来た来た、オッケーオッケー。ふぅ、来れた。さあ次はこの赤色ゾーン。なんか考えてたけどもういいや、赤色ゾーンでいいよ。ほ、あ しまった、ラショウか。で、あーセーブ結構遠いね。あていうかないね、ここにね。またしても結構走るステージかな。ほ、まあ、この辺はクラシックでやってるからね、まあまあっていうとこなんですが、あしまった、もうちょっと寄らなきゃダメよ。カオスだね、相変わらず。カオスすぎるよこれ。よし、勢い勢い、タンタン。んでこれはよしよし、タンタン、勢い勢い、もうちょいもうちょいもうちょい、タンタン。よし、なんかありそう。あ、ないか。あタンタン、危ねえ。よし、いけるいける。オッケーオッケー、罠なしよ。オッケーオッケーオッケー、ふい、おお、まだまだ続くね。ショットくんいないね、ここ。今度はチカチカゾーン。あ、でも、まあ、これパターンを覚えさせていけばいいんじゃないかと思うんだが。ここか。お、掘れてるね。で、下か。これは、どうしようかな。ここで飛んで、ここで飛んで下抜けて、オッケー。あ、しまった、あー出てきちゃうか。もう直接降りりゃよかったな今。よし来た。次は、あーなるほど、いいね。んで待ってね、どうしよう、これどうやってこう、そこ、あ分かった分かった。これは右側が消えたら飛んですぐジャンプして、よし、オッケー、よしよし、ふい。ここはどうでしょう。近いけど難しいってことでしょ、つまりは。あでも真ん中休めるね。とりあえず適当に行ってみますよ。あ、ここは消えたら、消えたら、消えたら、でもあれがついちゃうか。あ来た来た、こう、これだ、オッケー。よし、そしたらここか。たた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 、うーん、うーん、待ってね。まあいいや、行ってみます。あじゃ、もうそもそもダメでした。いけるかな。だからここで、あダメだ、やっぱ、ま、それは間に合わないか、それはダメか。よし、ってことはタンタン、あ、あ今ので飛んでれば多分いけた。よし来た、ちょっと、あしまった、セーブ。あちょっとちょっと、うわーそうなっちゃう。まあいいや、これ多分無理だと思うけど。怖い。よし来た、オッケー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 。次、これさっきミスったけどないよね。これってさあ、半分か、 0.5 マス上がってんのね。なるほど。でも、どうやっていけば、ちょっと高さがやらしいな。普段やらないような高さですね。よく当たるね、だからか分かんないけど。あ、そっか、シンプルなのかな、それそっぽいな。よし、あ、しまった。 OK、よし、まあ早いところは早いね、かかるところはかかる。あランダム配置あるね、あそこにね。なるほどね。これはどういこう、とりあえず行きます。あーもう一気に行っちゃわなきゃダメか。だからそうだよね、こう交差した時に行って、あのパターンをこう作っていかないと。あ今のところかな、
あ、そうだね、今のところでちょっと一回パターン作っていこう。この針に当たっちゃダメよ。あー、もうちょっと、もっと、あ、そいついるか。あ、来た。あ、そんな感じか。今行けそうでしたね。よし、わかったぞ。タンタンで行って、ここ走ってって、ここで、あー、そうだ、今のところで一緒に飛んじゃえば、もうちょっと木を伺ってね、多分いけんじゃないか。いける、よしよしよし、来た、オッケー、よしよし、そういうことだ、オッケー。羅生門リンゴ越えて、これ何、これこ、ういどうなってんの。まあ、これはよく見ますか。ちょっとここ動きを見ます。あ、多分固定ですね、決まってる、これ。よし、じゃあ覚えよう。あ、わかった、わかりましたよ。ここ一回、あ、そうじゃなくて、一回上に上がって、ここで一気にいっちゃう。よし、で、これはどうしよう、どっちで行こうかな。降りたタイミング、上がったタイミング、どっちかだね。上がったは多分間に合わないね、これ。だから降りたタイミングで行くか。ほっ、あ、くっそ、それもむずいわ。だからこれは上がって、よし、これいけるね。次ここ、降りたタイミングで行くか。ちょ、危ね危ね危ね、え、届くよね、4マスだから。よし、った、これはもう上がった、ほっ、よし、った、オーケーオーケー、セーブ、休憩、サーバルちゃん風に休憩だぜ。よし、じゃあこれはまあ運がいい、例えばこれまあまあじゃない。よし、たと、あ、だ、まあまあっていうかいけないよ、どう考えても。どこ見てんの。だからちゃんと、まあ例えばこういう配置とかですかね。よし、 OK、 せ、おお、来たぞ来たぞ。これボスかな、なんかボスっぽい感じしますよね。じゃあどうしよう。とりあえず今までとちょっと雰囲気違うんで、で、連なってたね、ステージもここ最後なので、多分ボスかエンディングだと思います。はい、なので今回はここまでにして、次回はこのワープホールに入り、まあ、ボスだったら戦ってって、まあ、エンディングだったら、まあ、エンディングパートとしちゃおうかなと、思いますという感じですね。はい、よっしゃ、いよいよいろんなこうカラータイル、今までのクリアしたステージの、特徴的なねカラータイルがこう積み上げられて、まあ、一つの、まあ、タイルというかブロックか、積み上げられて、一つのこのワープにね届きそうになってます。なので何を言いたいか分かんないけども、次回はあのワープホールに入っていきましょうですね。はい、では皆さん、ご視聴どうもありがとうございました。